小坂城は茨城県牛久市小坂町にあった戦国時代の日本の城、牛久市指定史跡。小坂団地と小坂の集落の間にあるあたご山に築城された。小田氏から分流したおかみ団城、た春氏が牛久城を築城する少し前に作ったとされる。小高風紀には小坂城主がおかみ備中神であり、一万国の小田一族大名。 として記録されている。新編日立国史には、天文17年に小野川の対岸の泉城から攻撃を受け、小坂岡水勢が泉城主の東条重定を撃って撃退したとされている。この小坂合戦には、東条氏に味方する江戸崎の時氏と岡見氏に味方する小田氏も参戦したとされている。小規模ではあるが、技巧的な上官として残されている。 南端愛にある主角は、県道の改修時に発掘調査が行われ、3分の1程度が削り取られている。主角の周りは土塁と空堀が巡っており、クルワーも土塁が全集し、その外側は大規模な空堀で囲まれている。北面中央の開口部は、ヤグラ門のコ,コアをトと思われる。クルワーは大規模な土塁が全集し、東北部には破壊された土橋で城外と、 接続されていたことが考えられる。シュグルワの発掘調査では、堀の城内側が柵で囲まれ、南西の堀底には3カ所の障子堀の遺構が発掘されている。お上城との間にある深い谷津に阻まれている。この谷津を境に、西側が河地群で、東側が篠田層に分断されていた。そして、小野川の南側の対岸は、 登場層であり、小坂城は敵対するとき死との境目に築かれた城と位置づけられる。城石は2006年11月24日付で市の史跡に指定された。牛久の昔話に小坂城と郊外松物語があり、小坂城の戦いのことが伝わっている。女中暴行していた菊が早朝に井戸で水汲みしていた時に、西南の方向に帯だしい煙が上がっていた。 そこで敵が兵糧を焚いているのではないかと思い、宿直の武士に知らせたと伝えている。この戦いが、東城氏との合戦かどうかはわからないが、他に小坂城での合戦の記録が残されていないことから、この時の言い伝えであろうと考えられる。北側には、鎌倉街道が走っている。小坂の脇を通る鎌倉街道は、島田から小坂、網本郷を通って、土浦、石岡へ、 向こう鎌倉時代の街道になる。ありがとうございます。